こんにちは、花の大和ガーデンチャンネルです。以前の動画公開してから3週間ぐらい空いてしまいまして、サビちゃんがねちょっと忙しくてなかなか撮る時間がなくて、この時期花の大和的には結構バタバタしてて、さすがにちょっとやばいなと思って植物見に来ました。で、多分サクちゃんが水やりは結構毎日してくれてたんですけど、ちょっとね非常に残念な緊急事態なことが起こってます。はい、実は前植えたスイカ、空中栽培、こうアンドンシャルで巻いていくやつ、あれがですね壊滅してます。ちょっとまだサクちゃんに次回説明してもらおうかなと思ってるんですけど、ちょっと暑すぎたのかな、なんか獣にやられたのかなっていう感じ、暑いのかちょっとわからないんですけど、まあ、ちょっとでも今ハウス中でこう撮影してるんですけど、だいたい40度ぐらい日中で、今年やっぱ雨も少ないし、やっぱちょっと高温障害というか暑すぎてっていうのが影響でかいのかなと思うんですけど、ちょっとまた状況を見てもらうんですけど、まあ、皆さんその栽培されてる方やっぱちょっと例年、去年も暑かったんですけど、やっぱりその暑さ対策っていうのは年々ちょっと変えていかないとなかなか難しいのかなっていうふうに思ってます。一部水切れも影響出るのかなと思うんですけど、まあ、皆さんのところの栽培状況と比較してもらって一つ参考にしていただけたらなと思います。おそらく畑で売られてる方は結構水切れとか起こしにくいんで大丈夫かなと思うんですけど、やっぱプランター一番水切れ起こしやすいんで注意してください。はい、ではちょっと見てもらいます。はい、これがアンドン下手でやったやつスイカなんですけど、ちょっとマリーゴールド花咲いてますけど、ちょっとね枯れたやつもあって、全体的に水切れでもここにねちゃんと水はね溜まってたんですよね。ちょっと暑すぎたのかなと。でこっちのこれスイカ大きくなってたんですけど、これ獣か鳥か何かに疲れたのかなと。こっちはもう落ちちゃってた、まあ多分鳥の影響なのかな。こんな感じになっちゃってます。でまあ中で草も生えちゃってるんで、ちょっと3週間ほど水やりとかはしたんですけど、ほったらかしにしちゃったかな。ちょっと非常に残念なんですけど、また後日サクちゃんに紹介してもらいます。もう一つの方なんですけど、プランター栽培、これも空中栽培でやってるんで、これもちょっと茶色い、これですね多分疲れても傷んじゃってるのかなと思うんですけど、こっちももう草の管理もできてなくてつるも弱っちゃってます。まだつる自体は生きてるんでしょうけど、ちょっとだいぶ暑さに負けてる感じです。はい、こんな感じでちょっとスイカの空中栽培ちょっと失敗気味になってます。まあ後日の、後の回でサクちゃんにもちょっと簡単に紹介してもらおうかなと思うんですけど、まあ、皆さんのスイカちゃんと育ってますでしょうか。まあ、水やり肥料しっかりやっていれば、あと、まあ、害虫予防さえしていれば多分これからが収穫に近い時期になっているので、収穫間近の方はもう少し頑張っていただけたらなというふうに思います。まあ、こういう失敗も現状なんで皆さんにお伝えしておこうかなと思いましたので動画にしています。まあ、参考になったらと思います。ありがとうございました。